皆さんこんにちは。うわ動物王国でーす。今日はね、チョコが普段ちょっと食べないものをね、あげてみようと思います。じゃんじゃーん、いちごでーす。すごい興奮してる。なんだろうって顔してるな。食べる？あげてみよっか。それで。恐る恐る。はい。いちごだよ。食べるかな。置いといてみようか。置いといてみましょう。どうでしょう。すげえ見てます。すげえ見てます。だろう、見たことねえな。で、じゃあ行ってみようか。すんげえビビってますね。見たことねえな。ちょっとリンゴとは違うなみたいなね。まだ果物はリンゴとバナナしか見たことがありません。どうでしょう。なんか隠れてる。なんかかぶせたよ。すんげえ警戒してる。おいしいよチョコ、食べてごらん。隠しちゃった。あ、出てきた。あれ？食べない。ちょっと遠目かな？高みの見物ですか？ああ、無残にイチゴが。美味しそうなのにな。美味しいよチョコ。一口食べてごらん。おいしいおいしい。どう？あんまり？ビビりすぎじゃないの、いちごに。ちょっとチョコちゃん。中戻りなさい。しょうこさん、結局食べず食べませんか。チョコさん、いちご、食べたらいいのにな。食べた？そんなことないか。おいしいよ。ダメか。なんか、ダメか。ダメですか。こんな感じで。いちごにビビるチョコちゃんをね、
動画でアップしてみました。食べたら美味しいのにな。またの機会だね、チョコちゃんね。食べるか食べるか食べるか。皆さんぜひね、コメント高評価ご登録よろしくお願いします。いつもご視聴いただいてありがとうございます。またね、今度はイチゴ頑張って食べます。さよなら。